から選手を目指し始めましたか？多分小学校の頃の卒業文集には書いてるはずなんですけど、意識し始めたのは高校、大学とかそのぐらいだった気がします。一番得意なシュートは何ですか？フローターシュート、あの浮かせて打つシュートか、スリーポイントです。試合前と試合後にするルーティンはありますか？試合後はリラックスするぐらい特別ないですけど、試合前は頭の中と心の中というか全部こうクリアにして、引っかかってることとか気になること、それはバスケットでもプライベートでもそうですけど、そういったことがあったらバスケット試合集中できない。一人になって遠征先だったら部屋の中とか、まあ、家だったら、まあ、ちょっとトイレとかお風呂とか、そういった時にちょっと精神統一みたいな、結構自分の中でいろいろ整理をしてクリアな状態で家出るようにしてます。さあ、座ってるベンチから応援席はどのくらい見えますか？案外多分選手は見えてるんじゃないですかね。僕も、まあ、意識はしないですけど、わりかし見えてるんで、コートサイドだけじゃなくて2階席とかも案外見えてるから、タオル振ってもらったりとかグッズ振ってもらったりしてたら、すごくあのいい意味で目に留まります。はい、練習がないとは何をして過ごすことが多いですか？結婚して子供生まれてるんで、家族とゴロゴロしたり、天気いい日はお出かけしたりしてます。福島の気に入ってるところありますか？ざっくりすぎてるかもしれないけど、住みやすい街の雰囲気とか人柄もそうですし、福島もそういう意味では僕は好きな街です。普段 YouTube とか見ますか？あ、めちゃくちゃ見ます。誰を見ますか？多分若い世代の子らでいうとコムドットもいるし、結構料理系 YouTuber とか釣り系 YouTuber とか、僕はそういった類が多いかもしれない。あとはまあバスケット関係が多いかもしれないです。何本かファイヤーボンズでも YouTube 撮影で長谷川選手も出てると思うんですけど、やってみたい企画ありますか？そういうことで、ちょっとバスケットから離れた、まあ、プライベートチックな企画だったりとか、そういうのはやったら面白いんじゃないかなと。もし起業するってなったら何起業したいですか？いい、なんかそれすごいあれです。個人的に料理好きだから、妻と一緒になんかカフェみたいに開いてもいいなとか話もしてるし、物販とかもやってみたいなっていう気持ちはあるけど、在庫持つっていうのは結構リスキーだったり大変って聞くんで、受注生産の物販とかそういう飲食店とかちょっとまあ興味はある。いつから選手を目指し始めましたか？自分が大学入学した時にプロバス選手になろうと思いました。きっかけはありますか？大学でバスケするからには仕事でやっていきたいなと思っていうのが理由です。一番得意のシュートを教えてください。一番得意なシュート、ダンクシュートです。練習がない日は何をして過ごすことが多いですか？ジムに行ったりとか、体を休めることを優先して過ごしてます。チームで一番面白いと思う人は誰ですか？橋本直樹さんです。なんでですか？ツッコミとかボケとかどっちも担当できるからです。福島に来てまだ短いと思いますけど、はい、気に入ってるところとかありますか？気に入ってるところはやっぱりご飯が美味しいです。ご飯が美味しいということで、おすすめのご飯屋さんとかありますか？去年友達の家に呼んでもらって行った時の話なんですけど、その時に行った喜多方ラーメンなんですけど、店名は覚えてないですけど、ここがめちゃくちゃ美味しかったです。最近買ったものでお気に入りのものはありますか？ジョーダンのスニーカーを買いました。今ハマってるものは？漫画とアニメを見ることです。例えばどのアニメとかありますか？漫画とアニメは最近ブルーロックっていうのを見終わりました。本田選手は名前が青ですか？好きな色は青ですか？赤です。いつから選手を目指し始めましたか？大学引退してからです。何がきっかけですか？大学の恩師がプロを目指せって言ってくれたからです。一番得意なシュートは何ですか？得意なんやろ、フリースロー。試合中ベンチとかに座ってる時に応援席はどのぐらい見えますか？あんまり気にして見たことはないけど、追い上げたりとか接戦の4クォーターの最後とかの盛り上がりはしっかり見えます。練習がない日は何をして過ごしてますか？犬の散歩と娘とドライブだったり公園行ったり。他のチームで仲良い選手はいますか？横浜エクセレンスのマスコ拓海選手と FE 名古屋の石川海人選手は特に仲良いです。チームで一番面白い人は誰だと思いますか？面白い人は誰やろな。橋本選手。なんでですか？
いことやってくれそうだから。試合前のルーティーンとかありますか？キットカットのスティック状のやつを食べる。1月からバスケを始めます。何から頑張れば上手くなれますか？シュート、やっぱりシュート決めたら楽しいな。福島の君っていうところを教えてください。桜が1ヶ月間ぐらい見れるっていうところです。どこが一番印象残ってますか？僕は鶴ヶ城が一番すごかったなと。普段 YouTube とか見ますか？見ます。誰見るとかですか？コムドットと最近は里崎チャンネル、野球の。あとはコーギーのノエルっていうあれがあるんですけど、それ見たりします。何回かファイヤーボンズの YouTube チャンネルでも企画出てると思うんですけど、やってみたい企画ありますか？目隠ししてなんか食べ物当てたりとか、そんな感じで、はい。最近買ったものでお気に入りありますか？テスっていうブランドの服が好きなんですけど、そこのパーカーとかロンティーも買ったし、そういう服はめっちゃ気に入って着てます。いから選手を目指し始めましたか？大学の3年終わった頃かな、4年に上がるぐらいの頃にもっともっとこう挑戦したいと思って、上のレベルでそこで目指しました。その時から一番得意なシュートはありますか？レイアップ、そのバックシュートだったり、相手の外国人選手が来た時に高めにボールを上げてこうボールを使ってハイクラスのレイアップのシュートとか得意です。普段試合中ベンチとかに座ってる時に応援席とかはどのぐらい見えますか？あんま見てないが、本当プレー見てわちゃわちゃしてるって感じ。タオルとか掲げられてたら気づきますか？自分、タオルが一番見つけやすい。やっぱなんかユニフォームとかってより目立つから。チームで一番面白い人誰だと思いますか？やっぱノブさんかな。理由ありますか？いやもう何事も恐れず走る、数打ち当たるじゃないけど。練習がない日は何をしていますか？家でゴロゴロしてネットフリックスとか見たり、買い物出かけたり、どっちかする。試合中ギボムの隣に座ってることが多いと思うんですけど、なんか理由ありますか？いやなんかよくわかんないですけど、なんかもう多分みんなある程度定位置じゃないけど多分あって、で俺と義母は大体端っこで2人で見てるってことが多いっすね。義母と会話するときは基本的にどの言葉で会話しますか？お互い片言の英語で通じ合ってます。普段 YouTube とか見ますか？っていうよりなんか TikTok でなんか切り抜きを流れてくるやつを見るみたいな。その切り抜きから飛んでみたりとかはせず？ああ、すぐっすね。誰とかありますか？大井のコムドット、スカイピース、あと3人組の女の子、あのお酒飲んでるよく、ヘラヘラぐらい。自分自身もファイヤーボンドのチャンネルで YouTube 出てると思うんですけど、やってみたい企画ありますか？他の競技を引き立ててみたいですね。どういうのとかありますか？サッカー得意じゃないんで、それ以外だったら何でも。サッカー以外だ。サッカー以外。使ってる香水ありますか？香水、白のサボンをよく使ってます。香水じゃないかな、けどボディースプレー。イブちゃんっていうウサギさんを飼ってると思うんですけど、遠征の時とかはどうしてるんですか？ウサギカフェっていうところがあって、そこで面倒見てもらってます。預けてる。はい。他のチームで仲いい選手いますか？は山形のマニーと、アースレンズの藤岡、あと茨城の鶴巻とかですね。いつから選手を目指し始めましたか？大学4年生の全国大会で1回戦で関東の大学に負けて、そこから強い相手を倒したいと思ってプロになろうと思ったので大学4年生です。普段試合中でそのベンチとかに座っている時に応援席とかってどのぐらい見えますか？周りを見ようとしたらベンチ向かいは大体見えるんですけど、試合の時はゲームの流れだったりそういう部分に集中しているのであまり見えてないです。すいません。タオルとか掲げられてたら結構目に入りますか？目に入ります。めちゃくちゃタオル掲げてくれる人には手振ってます。他のチームで仲いい選手いますか？3位の時に一緒にプレーしてた河村勇輝
だったり寺園修司だったり一緒のチームだった武藤周平だったりです。はい、試合前のルーティーンとかありますか？今年から始めてるラダーと体をゴムで引っ張ってもらったりして走ることやドリブル、あとシューティングも大体同じ流れでやってます。練習がない日は何をして過ごすことが多いですか？奥さんと子供と一緒に公園に行ったり子供が遊べる施設に行ったりして過ごしてます。福島の気に入ってるところあれば教えてください。福島の気に入ってるところ、忍山の展望台の景色です。いつから選手を目指し始めましたか？大学3年生。きっかけありますか？その時の高校の恩師、大学の恩師にプロに行けなさいと言われたからです。試合中にベンチとか座っている時に応援席ってどのぐらい見えますか？結構見えます。タオルとか目に入る？あ、めちゃくちゃ目に入る。僕多分指さしてます、自分のタオルあったら。チームで一番面白い人誰だったの？面白い人、個人的に開始が面白いのは渡るかなっていう気がします。試合前にご飯とか食べると思うんですけど、なんか決まったって気にしてます？2時間前、3時間前におにぎりを食べて、あとはもう試合までは何も食べない。福島の気に入ってるところ教えてください。中野不動尊。理由ありますか？原価継ぎ。普段 YouTube とか見ますか？たまに見ますね。誰見るとかありますか？いや、誰見るとかじゃなくて、動物が動物を捕食するシーンとかそういうのよく見ます。弱肉強食の世界を、ね、YouTube で見て、やっぱり自分のメンタルっていうのは保ってます。ファイヤーボンズの YouTube で何回か橋本選手の企画出てもらってるか？1回しか出てない。顔がそのなんかね、TV 向けじゃないって言われるから1回しか出たことない。なんかこれからやってみたい企画とかありますか？だから僕、大食い選手権とかやってみたい。だから僕、食べるの自信あるんで。誰となら戦えると思います？僕が多分ダントツ1やと思うんですよ、そもそも。ぐらい自信あるんで。じゃあ大食い企画検討します。いや、本当にやりたい。わかりました。今ハマってるものありますか？日記を書くこと。毎日書いてます。ほぼ。さんと結構仲いいと思うんですけど、幼少期の頃からずっと仲いいです？いや、そんなことないですよ。喧嘩の毎日でしたよ。いつぐらいから仲良くなりますか？お兄ちゃんが、僕が中2かなの時に福岡の高校に、行ったんで、でそこから離れ離れになって急激に仲良くなりましたね。子供たちのここが可愛いなっていう自慢なところとかありますか？自分の子供ですか？自分の子供ですか？いや、もう全部でしょ。もう全てここが可愛いっていうのはない。まあでもツンデレな部分はあるんですけど、またそれもなんか可愛いなっていうところはありますけどね。いつから選手を目指し始めましたか？小学校の1年生から夢はプロバスケットボール選手でした。なんかきっかけとかあったんですか？お父さんとよくNBA を見てたので、それでプロバスケットボール選手になりたいなっていうふうに思ってました。他のチームで仲いい選手とかいますか？横浜ビーコルセアーズの松崎とか、広島の中村拓斗だったり、今島根の練習生の笹山君とか、大阪エベスタのリオフニアと、あと秋田の小栗昭俊は仲いいです。練習がない日は何をして過ごすことが多いですか？映画を見たり、サウナに行ったり、たまに本を読みます。チームで一番面白いなって思う人います？ノブさんです。理由は？バスケ的はすごい真面目で熱いプレーをすると思うんですけど、プライベートは全く違って結構ふざけてるっていうか、印象と違ったので面白いなと思います。福島に来てまだ期間短いと思うんですけど、気に入ってるところ、いいなって思うところはありますか？温泉が多いっていうところと、美味しい食べ物が多いっていうところです。ハマってるものありますか？入浴剤を使って家でしっかりお風呂に入る。普段 YouTube は見ますか？見ます。誰見ますか？コムドットとカジサック。ここがいいみたいなポイントありますか？やっぱコムドットは男女関係なく多分面白く見える、なんか鳥が面白いというか。でカジサックは僕は子供が大好きなので、その癒される動画が多いので見てます。ファイヤーボンズの YouTube 企画出てると思うんですけど、やってみたい企画とかありますか？大食い対決。自信はないですけど楽しそうです。好きな服のブランドありますか？バスケットボールだったらボーラホリックっていうストリートブランドで、
私服はカーハートとかビームスが好きです。いつから選手を目指し始めましたか？僕が大学3年生の時に地元の琉球ゴールデンキングスができるっていうのを聞いて、その時にプロになりたいなと思いました。でもなんか振り返ると小学校の卒業文集にはバスケットボール選手と書いてました。他のチームで仲いい選手いますか？今年から越谷のアシスタントコーチになった神原コーチです。練習がない日は何をして過ごすことが多いですか？普段なかなか遠征とかで子供と一緒にいる時間が取れなかったりするので、娘と一緒に過ごせるしています。福島の気に入ってるところとかありますか？四季がはっきりして、やっぱ僕沖縄生まれ育ちなんで、雪も見たことなかったですし、紅葉もこんなに綺麗な紅葉だったし、桜もまた違うので、まあ、そういうところはすごい気に入ってます。今ハマってるものありますか？沖縄の芸人さんでアリー・クリンっていう芸人さんがいるんですけど、ハマってます。はい。好きな食べ物あります？沖縄そばだったりタコライスは大好きです。普段 YouTube とかって見ますか？アリークリンの YouTube を見てます。いつから選手を目指し始めましたか？小学校2年生です。きっかけありますか？きっかけはマイケル・ジョーダンの DVD を見たからです。他のチームで仲いい選手いますか？山形の村上選手と秋田の長谷川選手です。してゲームしてアニメ見て終わります。チームで一番面白いと思う人は誰ですか？橋本直明さんです。なんでですか？角刈りだからです。すいません。最近買ったものでお気に入りありますか？最近買ったもの、グルタミンです。グルタミンですがお気に入り？はい、グルタミンです。筋分解を防ぎます。なんで練習後とか筋トレ後に飲むと筋分解を防ぎます。筋肉のために？はい、グルタミンです。おすすめのサウナはどこありますか？おすすめのサウナというか意識しているポイントは3つ。水風呂がマイナス17度以下、ロウリュがある、サウナの温度が100度以上、これマストです。あと最近はサウナハットもマストです。何回かファイアーボンズのYouTube 企画出てると思うんですけど、はい、やってみたい企画とかありますか？猪狩渉と長谷川智信のカスタムロボ対戦猪狩渉、ジョシュ・ハレルソン、エリック・マーフィーのフォートナイトつれづれ日記長谷川智信、山内翼の目指せパワプロ甲子園。いつから選手を目指し始めましたか？選手目指したのは小学3年生からバスケットボールを始めたんですけど、6年生ぐらいの時にはもうプロを目指していました。一番得意なシュートを教えてください。ダブルクラッチです。他のチームで仲いい選手いますか？山形ワイバンズの山田優也選手、あとは東海大出身の先輩だったりが多いです。チームで一番面白い人は誰だと思いますか？一番面白い人はノブさんですかね。ノブさん。理由はなんか面白いこと言うときもあるんですけど、滑ってても面白いからです。ピンクのバッジを選んだ理由はありますか？第一印象で可愛いなって思ったのと、チームカラーとちょっと合わせたいなっていう思いがあったのでピンク色にしました。普段 YouTube とか見ますか？見ます。誰見ますか？トムドットです。他見ますか？見るの。あとはフィッシャーズ、平成フラミンゴだったり見てます。実際に自分もファイアーバンドの YouTube のチャンネルで企画とか出てると思うんですけど、やってみたい企画ありますか？オフシーズンにアスレチック公園行ってみた、やりたいです。今ハマってるものありますか？ハマってるもの、カラオケです。お箱の歌はあるんですか？あります。何ですか？清水翔太さんがカバーしてる366日か、 K さんのオンリーヒューマンです。最近買ったものでお気に入りなものは何ですか？バス移動で使う無印のもちもちのクッションです。チームで一番面白い人は誰ですか？上司。理由は？なお。理由？理由。Too much talk. Now so crazy.今ハマっているものは？ドージェペニー。はい。コリアンドラマ。コリアンムービー。好きな映
な日本食は？寿司ラーメン。寿司を。ラーメン。寿司。あ、大好き。I think I have a few favorite places in Koriyama. One being the Naya Team Restaurant. And then I have two other restaurants that I really like. Ko and Pizzeria De Vero. I like those. Both very good restaurants. All three are very good restaurants. So those are probably three of my favorite places in Koriyama. Something that I like to get into in my free time, I think.Me and Josh play a lot of video games together. I like watching movies. And, I can't really fish during the season. That's my favorite thing to do, other than basketball. But I watch a lot of fishing videos on YouTube. 好きな日本食は何ですか? My favorite Japanese food. I have a lot of favorite Japanese foods. I like mostly everything, except natto. But I think the thing that I eat the most is just.Eggs over rice, onsen eggs and rice and soy sauce, and I usually eat that every day. My favorite spot in Fukushima and Koriyama is Abria Shokudo. The best food in Koriyama. My second favorite spot is Ko with Eric. Very good food, but number one, Abria Shokudo. A lot of video games. Video game shimasu. What else? Now the weather outside is getting better, so now I'm gonna go for more walks outside and enjoy the cherry blossoms and enjoy the nice weather outside in Koriyama. 好きな日本食は何ですか? To be honest, I like all Japanese food. I really like sushi. I really like gyuniku. Gyuniku tabe hodai, onegai shimasu. 福島の気に入っているところを教えてください。My favorite spot in Fukushima, Koriyama, is the Kaisei-san Park. It's a park by the game gym. My family and I used to go and walk around when the weather was nice. So I really enjoy going there. 今ハマっていることは何ですか? What I like to do, usually right now,I watch a lot of Netflix, so I watch some shows and I also game. If everybody that knows me know that I like to game on Xbox and my computer, so I think it's good because I'm home and I'm resting, so I just do that and I kind of, you know, release stress, so it helps me. 好きな日本食を教えてください。Favorite food, favorite Japanese food. Right now I like shabu shabu on the side. It's my favorite, my family's favorite too. So it's all you can eat, so you can sit there for a while and just, you know, I'm a big guy, so that's definitely my favorite spot. 好きな日本食は何ですか?